くね。どれを選ぶなら、イタリアの恐竜ヤギ、天使ヤギ。なんだなんだ、なんか違うのいっぱい出てきちゃった。横歩きしかできないんだ。これあのよく駅にいるやつ、うにゃうにゃ政権を許すなっていうあれだ。駅にいっぱいいるやつ知ってる。すいません、何話してますか。小賢しいやつね。ほら、死ね。死ね。
まあ今日のところはこれくらいにしてやろう。川崎国から出てくるなよ。レッドウィングに分かるんじゃないぞ。分かったか。こんくらいで勘弁したるわ。さっきのだー帰ってきた。私はこいつらを駆逐するために生まれてきたのだ。あいつだ。びっくりだわー。
これジャンプ届く。うわ届く、超便利じゃん。まあ、なんだったの今まで、超便利じゃんこれも。うわあ、お尻出した、すぐお尻出す。おお、滑り台がある。これで行くぞ。うわぁ、思ったのとちょっと違う。思ったのと違った。幼子は何だろう、何だろう、何だろう。ええ、あ、家の中に入ってきちゃった。みんなちょっと目閉じて、一回ヘッドフォンつけられる人はヘッドフォンして。じゃあ、メルちゃんがサービスしてあげるね。生めかしい声でしたね。気持ちいい？気持ちいいの？あ、これはこんなヤギに、こんなヤギにもてあそばれちゃったって泣いてる。泣いてる。これ多分さ、ほら、あ、もう私お嫁に行けないって今言った。襲われた後のなんかほらね、これちょっと怒られちゃう言葉は使わないようにしないと。うにゃうにゃされた後とかね。
違う。そうじゃないの。なんか、回転して戻ったりとか、そういうのよ。そういうのがしたらいいの。でね、シューパーン、違うの。はい、カリピの遊びは私には難しいな。ねえ、ポポポテポテ。あ、利用するため、え、乗れるの。ちょっとバカだ。それはおかしいでしょ。なんか体の作り的にヤギをこれ一輪車みたいに乗るものじゃない。これどうやって乗るの。ヤギをこっちずらして、あ、だ一体化じゃん。嘘そんなバカだ。あ、ガチ恋工場だ。ガチ恋工場ってさ、さっきから君ガチ恋工場いつも流してるけど、現場でやったことある？ないでしょ。そのにわかガチ恋工場が良くないよ。私は現場でいつもそれやってるから。言いたいことがあるんだよ。やっぱりねるねる可愛いよ。好き大好き、やっぱ好き。あーふふふ、ういはあーじゃーんじゃーん、タイガーファイヤーサイバーファイバーダイバーファイバーじゃーじゃーん、ファイボーワイパー、まあと思ってますが、今すぐに良くなったらすべていいね。幸せなこと見つけた時は君に会いに行きたい。47の素敵なこと待ちから、あーふふふ、大好きな熊に乗ってワクワクする。目つむって、ちょっとイヤホンこヘッドフォンつけていくよ。いやーセクシー、女の声も入ってるじゃん。ねるちゃんの声だよこれ。なんか違った。 FC2 ライブかこれは。さあ、ここからね、有料となりますからね。ここからは有料会員の方のみのご視聴となりませんよ。嘘ですよ。何？女あげようかな。好きでしょ。あーじゃない、あげるって言ってんの。これいいよ。それで持っとこっか。ついてんのか。じゃん、この愉快な音楽と愉快な映像で本日の放送は終わります。おつまれー。